ステップ5、サポートノード、オプティカルスイッチングについて、工学的なスイッチについてお話ししたいと思います。まずは、アイコンとしては、こういうアイコンを使うことにすることになっているんですが、これが、まあ、スイッチに見えるかもしれません。スイッチとの場合としては、これ OSW と呼びます。これが、独立のノードになっている場合には、それがネットワークのトポロジーズになる場合もありますし、 他のノードの内部に使う場合もありますので、それが、まずは技術も説明しなければなりません。そして、基本の機能としては、それが、まあ、複数のインプットの経路が、経路、リンクがあって、そして、複数のアウトプットがあるんですが、それが、組み合わせとしては、それがいろんな設定できることにはなるでしょう。そして、 まずは、スイッチのことなんですが、もしかしてこういうふうに考えてるんですね。そして、オンとオフの場合があるんですね。それがオンオフスイッチなんですが、インプットは1で、アウトプットは2で、コントロールがあって、そのコントロールの設定,設定次第にはそれが、えっと、つながっているかどうか。つながっている場合もあるし、えっと、消している場合、えっと、つながってない場合もあるでしょう。そして、もう一つの種類があるんですが、それが、 1>, 1対2のスイッチと呼びます。で、これが1つのインプットがあって、2つのアウトプットがあるんですね。その2つのアウトプットとしては、それがコントロール次第には、1が1のアウトプットにつながっているか、2のアウトプットにつながっているか。そしてもう1つの種類には、今回にはいつも使っている種類なんですが、これが2対2のスイッチになります。そしてコントロール次第には、 1>, 1と2はそのまままっすぐに流れるか、交換するか。それがスイッチの仕事になります。これが基本の部分になって、これを使って、もっと複雑なノードを作りたいと思います。じゃあ、例えばこれが n×n のクロスバースイッチもありますが、これが n のインプットがあって、n のアウトプットがあるでしょう。 でそれが、まあ、今の例としては、1が1につながってるなんですが、2は別のアウトプットにはつながってるんですね。そして、どっちで、どこでつながってるか、これが、まあ、n×n なので、n の事情のポイントがあるんですが、それが、えっと、ポイントが、えっと、スイッチになっていると、それが、入ってきている、入ってきているインプットが、が、90度曲がって、えっと、出てくるでしょう。 まあ物理的にはこれが90度でやってるかどうかは決まってないことなんですが、例としてはこれがいつもの使っている図としては使ってるんですね。それから、それを実現するのの技術なんですが、それがまあいくつかがあるんですが、あとは特徴は、まずはサイズ。 そのサイズが、それ、インプットの数とアウトプットのポートの数なんですが。そして、ブロッキングか、ナンブロッキングか。いくつかの組み合わせがあるでしょう。その N のインプットがあって、N のアウトプットがあること。そして、すべてのコンビネーション、すべての組み合わせは可能かどうか、もう重要なポイントなんですが。あるものとしては、それがあるときは、えっと、内部の構造次第には、 インプットのポートとアウトプットのポートは ITL なんですが、内部の資源も足りないので、つなげられないことにはなるでしょう。そしてそれがブロッキングになるんですが、何でもの組み合わせできるならそれがノンブロッキングになります。そしてスイッチングの時間なんですが、それの設定の変化、変更することの時間はどのぐらいあるか、それが重要なポイント。 そして、propagation time なんですかそれが,が、まあ、インプットから,から出てくることは、それが、格子がそのスイッチを取ることはその時間なんですかそれがだいたナノ秒単位になるでしょう。そして、insertion loss については、それが、が入りたい格子が,が、そのファイバーとスイッチのつながっているところには、それがなくしてしまう可能性があって、その確率が、が、insertion loss。 それがまあ大体 db, デシベルで、えっと、測るものになります。そしてクロストークでは,ではそれが、えっと、2つのコネクションについてはそれがデータを偶然に、えっと、交換する場合もありますしでそれがノイズになる場合なんですがそれは大体今のことを考えると 同波間は並列でなっていると、その同波間との同波間の間にはクロストークになるか,かもしれません。そして、物理的には、まあ、スイッチの大きさはどのぐらいになっているでしょう。さて、どういうふうに作ることにはできるでしょう。まあ、まずは、オプティコルメケニカニコルのシステムなんですが、これが、工学機械的な構造になります。 そしてこれが MEMS の場合もあるんですが、それが微小電気機械システムなんですね。皆は MEMS と呼んでます。で、これが大体物理的には化学とかプリズムとかファイバーは、えっと、回転しているディスクとかにつながっている場合もあるし、いろんな技術があるんですが、それが物理的にはあの光の方向が変えることになるでしょう。 一つの問題は、そのスイッチングの時間で,すで、それが設定の変更することはかなり長いことになるんですが、例としては例えばこれになります。この箱があるところには、これが鏡が上がってきて、その鏡が光を反射すること。で、それが光の方向が変わります。で、これが一つの、あの 実装されている手法なんですが、これが、まあ、物理的にはこれがえっとできているものなんですね。そして、これが、まあ、でもの、えっと、円の自動の鏡を使って、えっと、寝ていると光を取る。えっと、立っていると反射すること。で、そういうふうになってます。あるいは、2つの設定があって、こっちに反射するか、そっちに反射するか、それの方向も変わる場合もあります。 そしてもう一つの種類なんですが、Optical Electrical Implementation で、これが電気工学的な構造なんですが、これが大体、先の説明した通りには、チップ上には導波管を作ることになります。で、その導波管には磁場をかけると、屈折率が変わる場合もあります。そしてその技術は重要になります。問題はこれが、 シングルモードファイバーにつながると、ロスは高い場合もありますし、そして、先の説明した通りには、同化間は平行になっていると、それがクロストークになる場合もあります。で構造としてはこういうものに見えるかもしれませんが、これがまあチップの、普通のシリズコンチップにはなっているかもしれませんが、これはまあ主席されているものなんでしょう。で、チップの上には、 同波間は普通の IC チップの技術を使って同波間を作ることになって、そして2つ目ののは同波間もあって、それが近くになっていると、コントロールの設定次第にはそれが屈折率があって、それがデータを交換するかどうか。そしてこれがうまく作っていったら、これが2対2のスイッチになります。 でこれが基礎の部分になります。これがよく使うことになりますが、これが2対2があって、そしてこれが4対4のスイッチになります。そしていくつかのところには同じものがあったんですよね。これが大体、マッハ・ゼンダー干渉系になってるんですね。そうする、うまく使うと、と光はまっすぐに行くか、スイッチングするか、それが決まります。 そして、これが今回のスイッチの,の簡単な説明なんですけれども、これがもちろんいくつかの種類、いくつかの技術があるんですが、だいたいこういう技術使って、そして先に説明した通りには、それがノードの内部に使う場合もありますし、独立のノードの設定の場合もあります。で、これが今回の,あの サポートノードの最後の説明して、それが、えっとノードの種類が終わります。